皆さんこんばんは、11月23日月曜日、しゃべくり松代第265回の時間がやってまいりました。今日の松代はですね、これで見ていただくんですが、2015冬の陣食の合戦ということでですね、松代城二の丸でですね、今日はですね10時から、16時までね行いました。結構お客さんも見えましてね、松歩センターにもどこ行ってきたのなんて言ったらね、食の合戦行ってきましたよみたいな形ですね、お話しされてました。それと明日もですね、同じ、11時30分からですね、15時30分まで、同じ二の丸で、食の合戦を行います。それとですね、流れ菱港のね演歌大会、これがですね、今日6時から、上がってもうちょうど1時間ですね。結構どんどんといい音が出てますね。で今年も結構お客さん新幹線影響っていうのはありますね、結構来てますし、だいぶ賑やかだという形で、市内もですね渋滞だというお話が出てます。さて今日のゲストをご紹介いたしますね。松代町清野にお住まいの吉澤澄夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ですね、吉澤さんがですね、この絵を描くっていうのでですね、個展をやられたんですけども、この場所がですね、まあ一応町歩きセンターはここにございますね。でこの近くにね、長野県、信用金庫松代支店ですね、健信さんと私は言ってるんですけども、ここでですね、個展みたいな開いたという形でですね、そのお話を今日ちょっとお聞きしたいと思います。よろしくお願いしますね。さてじゃあこれを見ていただいて、はい、これですね、吉澤澄夫さんの水彩画作品展という形で、何点ぐらいあれですかね。13点ぐらいですね。13点で、小さいやつなんですけどね。はいはい、はい。これ見るとですね、ちょっとこの間行って撮ってきたんですけど、こういう大きいのもね、これ何号っていうんですか、ね、これが約50号50号あります。でこれなの何倍ぐらいの、だから50だから5倍5倍ぐらいの、あもっと7倍、はい、ね、でこれを、店内に、これは常設なんですね。常設ですね。これはまあ臨時品物を使っていっていう形なんですね。これってだけど、書くのはいつ頃書いたりするんですか、こういう大きいやつ。いや、大体夜が多いですね。夜多い。ええ。一杯飲みながら。一杯、まあ、夜から、まあ、夜中にかかって、とかね、やります。はい。結構ない、それやっぱりこう書いてて、自分が思い立った時に書くんですか、それとも、よし、今日は仕事終わったら、じゃこれから書こうかっていう感じなんですか。いや、やっぱ思いつきの方が多いですね。多いですか。ええ、じゃあこれ今日は帰ってきて、じゃあこれから書こうかみたいな形になる。書こうとか、たまに夜パッと起きて書いてみたりね。それはね、やっぱりあれかね、それ忘れちゃうから、そうやって出てきたらパッと書くっていうのは、そういうあれがあるんですか。いや、ひらめくっていうかね、そういう時は何かあるんですよね。なるほど、ええ、なるほど。これがね、やっぱりこれは、さっき見たお客様感謝デーなんですね、はい。まあこういう形で店内にね、なんか、まあこういったシクラメンだとか、こういうのも、もらいに来たりとかね、お客さんやったりとか、まあこういうパーテーションやって、あれですね、展示するって感じなんですね。はい、これは何ですか。これは今たまたま作成中の、うん、まだ書き始めの段階の、ああそうですね、絵なんです。これどこ、これ妙高ですよね。妙高、妙高の山を入れてちょっと、ああそうです、ね、でも妙高でしょう、わざわざ行って書く。そうです、ね、まあスケッチ的にね、まず小さい目に描いてきて、あ、なるほど、はい。これでも
あれですかね、探すっていうのはどういうような形で探すの、このくらいだったらここ行ってみようとかっていう感じなんですかね、それともなんか別な方法で探すですか。いや、普段車で移動している時に、はいはい、特にこの構図になる場所とか、はい、いろいろこれにね、頭に入れといて、でたまたまこの作品も、マダラオへ行った帰りに、はい、妙子の方へ降りてきて、これはいい、よく見えるな、いい場所だなと思ったのを、はい、頭に入れといて、はい、じゃあちょっとスケッチに行くかという、そういう発想からですよね。なるほど、じゃあずっと通りすがりにしといて、いいなと思ったら、じゃあ後でもう一回行って、そこでもってちゃんとスケッチをするみたいな感じ。いや、さらにもう車の中に小さいスケッチブックを、置いてきまして、じゃあちょっとそれ見せてもらって、撮りましょうかね。小さいスケッチブックなんですけどね、本当に、はい、これいつも車の中入れといて、入れときます、で、自分で気に入ったのをチラッと書くってことじゃないですか。そうです。だから今このものですか、これがちょっとスケッチの、なるほど、なるほど、あれなんですけど、だって絵の具もあるじゃないですか。絵の具も小さいそれ専用のものを一緒に、一緒に入れた、一式入ってますもん。じゃあこれで、行ったささっと書くってどのくらい時間あれば書いちゃうんですか。まあ10分ぐらいで。そんなもんでいいの。これはね、下書きで当たりつける程度で。そうです、で、あとは頭に入れとくのね。入ってますね。入ってるんでね。それで色とかというのは自分の好みとかいろんなあれを出して、だからその絵のあれ描くのって、複写みたいなあれじゃなくて、自分のイメージでこういう色をする、この色をするってやって OK なんだよね。そうです。そういうことなんだよね。だから絵っていうのは写真っていうのは全部写ってしまうので、この絵の面白さっていうのはこのいらないものを省き、ここに古民家欲しけりゃちょっと全然違ううちののを置かれつつ、そこへちょっと構図的に置くとかね、これもまたそれもまた楽しみ、楽しみでね。なるほどね、そうすると構図がうまくできればそれで OK っていう形で、それ大体スケッチ切って大きい捉える場合には、もう一回これにのに対して、下書き、もう一回大きいのか、カレンダーの裏とか、コピー用紙のいらなくなった裏とか、そういうところでちょっと構造をもう一回ここに書いてみて、これでいいなと思ったら、ちょっと大きいところでそれを拡大して描いてっていう感じですかね。でも拡大するって、大体こう見ながらこうやってやるの。いや、大体見ながらっていうか、中野の寸法 V 字を出して、それを置いてね、あくまでもこのスケッチが基本的に。基本で。だけど、あれかね、これで何年ぐらい前からこういうことをやりだしたんですか。健信さんには8年ぐらい前からね、ちょっとこのような形で、飾らせてもらったりしておりますね。きっかけってどういうのあるんですか。きっかけはその当時の店長さんが、たまたま私も仕事やってて、業務的な用事で、お見えになった、その時にたまたま絵を描いたんですよ、私うちで、それでその店長さんが、私も実は油絵やってましてなんて話から、なんか気がありまして、水彩画っていうのもいいですねなんて話からちょっと始めまして、そこからちょっとうちの店の方も飾っていただけないかなっていうことで、とんでもない私みたいなこんな恥ずかしい飾らないと、言ったんだけど、お祝いでいいお願いって言われました。最初からこういう大きな絵をあれですか、飾るっていうのは。描きますね。なるほどね。この間ちょっとお邪魔した時にね、こういう茶の間、こたつだったけど、ここへこうやった形で、こういう感じなんですか。これ絵の具置いてあって、これが絵の具かね、こんな感じでいいんですか。水彩画ですから、匂いも油とかいうのはなかなかね、匂ったり、下が汚れとあったりとかね、水彩画ですから、匂いもなく、水1個で
本当にあの皆さんの小学生が使っているような透明水彩絵の具ですから、気軽にあのかけて、だからもうここでもって、じゃあ一杯飲んで、でもあちょっと書きたいなって言ったら、あそうですね、もう横を置いていてね、そんな感じ、本当にあの気楽な感じで、はいはい、もうこうやって見ると大きいのも小さいのもね、こうやって大きさちょっと立ってもらって撮ったんですけど、はい、あとここにもね、たくさん絵が置いてあって、あれなんだけど、やっぱり写真だとか、あのなんだっけ、アフレートはまたちょっと違うあれですよね。あのまあ、あくまでも画用紙、紙ですから。はいはい、いくら積み重ねてもあの場所が取らないもんで、あ、なるほど、ええ、まあ、大きいのはちょっとこのテーブルのあいつをちょっと重ねて置いておくとか、ええ、まあ、小さい絵だったらあの押し入れの中にね、はい、ちょっと入れといても、うん、まあ、そんなに邪魔になるもんじゃないんですから、ええ、はい、あ、そういった利点もあるんだ、ね、ええ、うん、あ、じゃあその都度これを入れ替えすればいいってことだ、ね、そうです、そうです、そういうことですね、はい、了解です。あとあれですね、ちょっと、ですね、今日写真を3点ほど持ってきていただいたんですけども、はい、これはどこでしょうかね。これはあの造山神社の一番北側の建物で、はいはい、つい最近、うん、17日の日ですかね、はい、ちょっと行って、あのこれな、まあ、仲間と行って、ちょっと帰ったんで、ええ、うん、ええ、なるほどね。これもあれ、ですかね、ちょっといつ頃こういうふうにやろうかなみたいな。いや、もう行ったらもう今度はここを描こうと、あ、まあ、事前にここに歩いて行って、あ、そっか、そっか、そういうことで、やっぱね、四季折々の形で、うん、なるほど、なるほど、はい、あとはですね、これもありましたね、はい、これはどこですか。これが松代 の、 あの文部学校の南側の、うん、はい、たまたまね、なんて、あの影湯亭だ、あ、そうですか、うん、あのね、通った時に、うん、あの他も描こうと思ってたんですよ、だからね、普段のここ通ってるんですけど、門が開いたんですよね、あ、そうそう、だからね、何かあの聞いたら、なんか古都の何かその、何かをやって、うん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 、あ、扉開いても珍しいなと思って、うん、あの前の駐車場から、あ、ちょっとここで、なるほど、ちょっとスケッチしてやってみました、はい、まあ、このお宅ってね、真田新さんって言って、あ、あのおことの、あ、はい、あれですね、普段めったにこれという、はい、いつもね、閉まってる、そうですね、はいはい、あとはですね、あ、そちらちょっと、はい、はい、これはこれはどこですか。これはあの真田邸の北から、はい、うん、南へ向かって撮ってるやつね。だからこれがあの樋口邸なんですね。こちらが公園になってる、そうだよね、まあ、これも松代の、うん、そういう並木のちょうど紅葉をついたらいいかなと思って撮ってみましたね、うん、まあ、あの普通は前で撮ったりとかね、こっち側から撮るって、この三木玉から撮るってちょっと珍しいなってなってね、うん、まあ、こういった雰囲気もいいですね、うん、なかなかね、こういう描くっていうのも難しいっていうのも、まあ、少し勉強しなきゃいけないかなとは思いますけどね。これだけどあれですかね、この描く場所、狙ってはいるんだけど、時間はいつも決まってはいないんだよね。さっきお聞きしたけど、いろんなあれですね。あのスケッチに行くときはね、あのこういうことありますね、あの、まあ、そこのポイントを頭に入れといて、うん、朝起きて、はい、あのまあ、白馬とか、はいはいはい、山とか、うん、もう雲がなく晴れた時は、ああ、いい、ちょっと都合つけて飛んでってみるかと。ああ、そっかそっか。もういつもそのできるように用意はしたりもするので、うんうんうん、そのまますぐ飛んでいったりね、うん、それやりますよ、ね。なるほどね。まあ実際に写真撮る人はやっぱり車へね、カメラ置いといて、ね、今行ったいい天気の時はすぐ行くっていう感じがあるでしょうしね。だけどあれですね、吉澤さんって大工さんだって言ってました。はい。ね、何歳ぐらいからやり始めたんですか。いや、あのまあ三田さん、うん、まあ同年で、うん、あの昔はやっぱ、うん、まあ遊んだけどねまあうちがまあ大工業の、うん、はい、ところで育ったもんで、はいはい、あのぜひあの後を継ぐように、うん、その大工の道へ入ろと言われて、うん、まあ、お父さんに言われたの。うん、親父も兄も、はい、兄もね、はいはい、まあそんなような関係で、うん、あのまあ、その道に入ったわけなんです、ええ、でもう大体どのくらい。ね、47年ばかり、まあ、現在になっております、うん、じゃあ棟梁だね。
いや、棟梁っていうかね、まあ普通の、まあ、職人っていうかね。あ、そうかそうか、そういうことなんだ。はいはい、わ、はい、かりました。あと、これからこの絵を描こうって言うと、どんな風な形でこれからやっていこうと思ってます？うん、これ皆さん同じだと思うんですけども、まあ、趣味を持って、うん、はい、絵というのは年しても、うん、いくらでもやっていけますので、はいはい、それで特に私ども水彩画ですから、うん、本当に皆さんも気軽に描けると、うん、要するに、ね、楽しんでやっていければ、うん、いいかなと思って、うん、これからもまた上達していきたいと思います。あ、なるほどね、わかりました。ボケ防止みたいな感じですね。でも、はい、仲間うちも結構いれば、そういうなんていうかな、いろんな会話が出て、また楽しいかもしれないですね。そうですね、いろんなその時の家庭とか孫の話とか、はい、いろいろ、まず我々ね、まあ、楽しく、とにかく仲間が楽しい、うん、それとまあ向上心もあるという、うん、なるほど、ね、仲間作りということで、はい、まあ、こういうこともやるのもやっぱり健康が第一なんで、ええ、うん、まあ、十分に体を気をつけてですね、ええ、またやっていい絵を描いていただければいいかなというふうに思いますね、ええ、はい、今日はどうもいろいろありがとうございました。いや、こちらこそもお世話になりました。はい、よかったですね。うん、いいね、酒を飲みながら絵を描いちゃうって、ね、矢坂さんどうだね。いやー、見習いたい。もうね、私見ててね。そうか、ね、じゃあ弟子になるかな。ちょっと年いいかや。いいよ、いいよ。じゃあ朝から弟子しちゃうか。年でも OK だって。OK、了解、はい。はい。ということで、はい。これはね、ちょっとね、お話ボランティアでひまわりさんの会なんだけどね、11月25日、うん、真っ白師匠の2階でね、はい、こういうね、大人のためのお話し会ってやるんですって、ね、またちょっと珍しいのでね、ちょっとご紹介しました。いい、はい、あ、これもボケ防止かなって思います。あっちも行かなきゃいけないな。そういうことです、はい、はい、ということで、はい、皆さん来週は、じゃあ来週はね、はい、宮坂さんじゃなくて、私じゃないよ。ごめんね、栗林さん、はい、今日ちょっとね、見えてるんで、ちょっと見えてる、うん、ご本人、そう、ちょっとお願いしますね。いや、はい、いつもお世話様です。こんばんは、皆さん。来週パーソナリティやっていただくということで、そうですね、はい、次回パーソナリティを、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どういうお話になるんですか？そうですね、このテーマにありますように、次回はノーディックウォーキングについて、ということで、宮本健一さんっていう、ノーディック、長野県のノーディック協会の、まあ、常任理事されている宮本さんをゲストにお招きして、お話を伺いたいと思います。最近皆さんこう、ね、運動不足ということで、まあ、老化防止で、ね、いろいろジョギングしたり歩いたりする方いますけど ね、うん、そうですね、もう一つ物足りないと思うんですよね、うん、まあ、そういう時にストックを使って、ね、歩く、ポールを使って歩く、このエネルギッシュな、ね、ノーディックウォーキングを皆さんにぜひ知っていただきたいと思って。この宮本さんの方はお若い方なんですか？はい、そうですね、40年間高校 の、 教師、高校の体育の教師を務められたと。じゃあ、もう年的には我々と同じぐらいですか？そうですね、でもすごく若々しくて、熱心な方で、ぜひ宮本さんをね、うん、見習って、あ、皆さんにも、ね、元気はつらす、はい、じゃあ、素晴らしいお話、そういうことになると思いますけど、ぜひご期待ください。はい、はい、それではぜひね、はい、来週の尺銀でますよ、どうぞお楽しみに。よろしくお願いします。その国の釧路、また見てねー。